はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、リーグ対戦から、タウンホール12を1本お届けしたいと思うんですが、本日のテーマはペッカーです。最近ね、使う方が非常に増えてきていると思ってまして、っていうのは、防衛側のね、インフェルノタワーがマルチが非常に増えているから、その相性によってね、ペッカーを使う方っていうのが増えているんですよね。なんですけども、じゃあペッカー使う場合ってどこら辺にね、こう注意して使ったらうまくいくのっていうところを、本日は少し、お話ししていきたいというふうに思いますので、ご覧いただければと、思います。で、今回ね、私が攻めたのがこの配置でちょっとご覧いただきたいんですが、配置自体はね、そんなに硬い配置ではなくて、むしろ柔らかい部類に入ると思いますが、見てもらいたいのは、この配置ってすごいでしょっていうところではなく、ペッカの仕事をですね、そこをちょっと注目してみてください。で、序盤はね、まず、今簡単に防衛軍が釣れたんでも釣ってしまって、でそこでポイズンを使ってね、クイヒで処理と。で、このね、クイヒの意図的には、マルチ IT ここにあるやつ、これですね、ここまでなんとか折ってくれたらありがたいなっていうふうに思ったんですけども、残念ながらそこまでは折り切れず、ちょっと違う方向に歩いてしまいましたが、最低限の仕事はしてくれたんでよしというふうに、思ってます。で、12時方面はライドラでカットをしていって、で、この後ね、ご覧いただくと、10時、11時方面の施設、この辺ですね、この辺っていうのが残ってくるんで、そこに対して、ウォールバスターで、ターゲットを取って壁を開けながら、後ろから、ペッカと、ババキン、あとはボーラーたちっていうのを出して、いくと、いう流れになっていきます。で、ウォールバスターはもうね、どんどんダメージをできるだけ吸収して、歩く距離が短いですから、浮くような位置で使っていたんですけども、ほとんどダメージ食らわずに壁開けてタウンホールまで届いちゃいましたね。そこはしょうがないというか、よしとしますで、中心部では、トウムですね。そのトウムもちょっと遅かったっていうのが、反省点としてはあるんですが、見てもらいたいのはここからです。ここからね、このペッカの仕事っていうのもぜひね、ご覧いただきたいと思います。今壁にこう阻まれてますよね。阻まれているんですけども、簡単にこうペッカが殴ってこじ上げているのが分かりますかね。これがペッカを使う上ですごく意識すべきポイントだというふうに私思うんですよ。ペッカって当然ね、一撃が重いので、2、3体集まれば壁をどんどん自分で自力でこじ上げながら進んでいけるんですよね。なので下手にね、ここにジャンプの呪文なんかを使うよりも、むしろペッカの攻撃力に頼って壁を、突破していく、そういうね、考え方で使った方がペッカの力が生きるというふうに思いますね。で、もう一個言うと、今回クイヒーからペッカボーラーをこう合流、ヒーラーに対して合流させましたよね。で、ペッカをね、最大限に生かすには、ヒーラーをつけるのって非常に効果的です。なぜかというと、ペッカってもともとね、攻撃力がすごい高いユニットなんで、しかも体力もあると。なので、なるべくね、前線でダメージを吸収してほしい。ただあまり前線に出すぎるとやられちゃうんですよね。なので、そこに対してヒーラーをつけていく。で、さらに今言ったようにペッカの攻撃力をさらに底上げして進行を早めるにはレイジを使うと効果的ですよね。で、そのレイジに乗っかったヒーラーがさらにペッカを回復してくれる。このね、相乗効果を埋めるんで、ペッカに対するヒーラー、これってすっごい相性がいいんで、ぜひぜひね、ここは押さえておいてほしいというふうに思います。で、プランニング、というか、ペッカの今の使い方、ちょっともう一回おさらってみると、まずこの辺りっていうのは、今私、クイヒーでこう処理をしていきましたよね。で、ペッカをここから、こういうふうに壁の中に、入れていきます。で、今この矢印書いた部分っていうのは、ウォールバスターが先行してますんでね、ここまでは、もうウォールバスターで入ることができるんですよね。ただ、その後です。その後の、ここの壁と、ここの壁。これに関しては私、ジャンプ持っていかず、ペッカで殴り上げたというふうに思うんですが、ここがね、今回の攻めのすごい重要なポイントです。どうしてもね、ジャンプ使いたくなっちゃうと思うんですよ。ここにね、クロスボウがこう4機もね、こんな風にあったりすると。なんですけど、
そこはむしろペッカにレイジをかけて、でヒーラーで回復をさせながら壁をペッカに殴り開けさせる、このね発想っていうのが非常に重要。呪文の枠数それで2個減るじゃないですか、ジャンプの分ね。で減った分っていうのを今言ったレイジに回すとか、あとは今回の攻めで言えばフリーズやコウモリに回すことによって、全体のその攻めのバランスっていうのを、いい感じにこう整えることができるんですよね。でこれ下手にジャンプを打ってしまうと、当然ペッカの進軍はまあ多少早くいくかもしれないんですけど、ヒーラーの回復が上がらないじゃないですか。でペッカどんどん先行してダメージいっぱい受けるのにヒーラーの回復量が間に合わなくてペッカやられちゃうってことになるぐらいであれば、もうヒーラーとペッカのねその回復と攻めの力を最大限に活かせるレイジ、ここを私は今回選択しました。で、いうポイントもね、ぜひぜひ、注意しながらね、とかも意識しながらかな、ペッカを使ってもらえるととてもね、いい形で攻めが、組み立てられるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺をね意識して見てもらいながら、もう一回ね、この動画、最初から流していきたいというふうに思いますので、もうちょっとお付き合いいただければと思います。はい、で、まずここですよね。一番最初はまず、インフィノタワーのターゲット範囲に対応法が入ってなかったんで、これはもう簡単にあるんで壊させてもらって、でさらにねこのインフィノタワーに届けば援軍がこう釣れるんでね、ホグライダーを投げて援軍を振ってしまいましたね。まあ、これは配置がやっぱ甘いことが原因ですね。こういうことができる配置はちょっとあんまりよろしくないかなと。で、出てきた援軍に対してはポイズンで処理をしながら、12時方面はねライドラでカットしていきつつ、今このあるね大砲の前に穴を開けて、ここですね、穴を開けていって、アーチャークイーンをここにこう入れていきます。で本当はねこのインフェノタワーのマルシ、これまでアーチャークイーンでこう折っていってもらいたかったんですが、残念ながら折れなかったですね。ただまあ折れなかったんですけど、まあ、最低限の仕事はしてくれたからまあいいかなと、アーチャークイーンに関してはね、さっきも言った通りで、折れなかった場合ヒーラーが焼かれるリスクっていうのは一応あったんですけども、そこはこのマルシ IT のターゲット範囲にこうなんていうのかな、これなんだっけ、エアスイーパーがしっかりかかっているので、焼かれる前にねエアスイーパーがこのヒーラーを弾き出してくれるだろうと、まあ、いうところは計算していましたね。なんでこうやってマルチ IT のターゲット範囲からヒーラーが外れていってます。でさらに今ウォールバスターが十字方面から出てきて、ギガディスラ、タウンホールのところの壁までこう届いていきましたね。で中から出てきたボーラーがタウンホールを破壊してくれて、でさらに後ろからペッカと、自前のボーラーが合流していくという形ですね。でここ、壁を見てください。ペッカがこう殴り上げていってくれます。もうちょっとかな、これでトルネオトラップが終わったところら辺でペッカがヌヌッとこう出てきて壁を殴り上げますね。でそこからどんどんボーラーやヒーローたちがなだれ込んでいくと。で、さらにもう一層先の壁もペッカが殴り上げてくれますね。こういう風に3体集まってゴゴゴッとね、こういう感じで、さらに中に入ったペッカたちが、このウィストたちのねこういうターゲットも集めてくれながら、コウモリの進軍も助けてくれて、で最終的に全開まで持っていくと、まあ、いうね、プランが、まあ、綺麗に今回成り立ったと、まあ、いう風に言えるんじゃないかなという風に思います。どうでしょうね、まあまあ、当然ケースバイケースでボーラーをね生かすために、まあ、すごい火力が密集しているところなんかはペッカのねターゲットだけじゃ心もとないと、ボーラーを生かすためにヒールとか、まあ、言うても当然あるとは思うんですが、今回みたいにね壁を殴り開けながら進めたいよっていう場合、まあ、そのためにペッカーを使うんであれば、やはりね私ジャンプを使うよりもレイジーを持っていって、ペッカーとヒーラーをうまくこう組み合わせながらね壁を殴り開けながら、回復もさせながら進める、そういう使い方がね、ペッカを生かせる最高の、パターンになってくるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、この考え方、参考にしてもらえたら嬉しいかなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。